はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は、まあ、ちょっとデッキ相談室というような感じで、まあ、ボックスのね、中の画像をツイッターで送ってくれた人がいましたので、まあ、どんなデッキを組めばいいですかということで、まあ、それにね、ついて、答える形で動画の方をやっていきたいと思います。まあ、まずはね、デッキの中の選手を見て、まあ、軸となる選手を、ちょっと確認してから、一つサクセスをやっていきたいと思います。で、サクセスは、まあ、あくまでも、自分のデッキで組んでいくので、解放状況とかはね、違うとは思うんですけれども、まあ、ちょっとそこはご了承いただいて、このデッキの中で自分の持っている選手と照らし合わせて、組めるデッキでやっていきます。で、まずじゃあ、ボックスの中の選手を見ていきますと、まあ、一応これで、全員、画面に貼ったんで、まあ、1選手ごとはちょっと、小さくなって見づらいかもしれないですけれども、一番上の段からちょっと見ていきましょう。で、一番上の段は、まず左から3番目ですね。北斗がいて、まあ、北斗もね、確かに悪いキャラではないんですけれども、金徳がど根性という形で、下から2段目の真ん中の方に、まともも持ってるんですよね。でそうすると、まあ、北斗を使うかまともを使うかって言われたら、まあ、多分まともを使った方がいいと思いますので、基本的にはど根性枠は、まともを使って、まあ、北斗はちょっと出番はあんまりないかなという印象です。あと全体的にですね、ちょっと変化球キャラが、少し不足気味かなというところがあって、やっぱり投手を作る上では変化球キャラっていうのがねすごい重要になってきて、まあ、この中で変化球キャラとして、優秀なのは、まず上から2段目の真ん中ちょっと右の伊能くんと、上から3段目の真ん中ちょっと左の、ルナちゃんで、そして先ほどのまとも、この3キャラがやっぱり軸になってくると思います。でただ伊能くんに関しては金縛りがねちょっときついんで、基本的に投手をやるときは、ルナちゃんとまともを入れつつ、まあ、例えば虹谷をね借りるとかっていう編成がいいと思います。で彼女枠は投手に関してはルナちゃんで全然いいと思いますので、まあ、変化球は、まあ、ルナちゃんまともは必須で、まあ伊能くん入れたり、あと借りたりって言ったところですかね。で組んでいけばいいと思います。で、まあ、ちょっとまたキャラの方に戻るんですけれども、一番上の真ん中の右ね、また通常の友沢がいるんですけど、これをまともにぶっ込むかどうかですね。まあ、解放の仕方はね人それぞれだと思うんですけれども、要はプラゴまで育てて、確実に解放するか、まあ、それともワンチャンかけて解放するかというのは、人それぞれなんですけれども、真ん中の通常友沢はもうこれマジで使わないんで、まあ、もしね、まともに、突っ込むという気があれば、突っ込んじゃっていいと思います。で、次2段目に行きますと、2段目は一番左荒方が持ってますね。で荒方は打撃と筋力の得意練習、2種類持ちなんで、結構使えます。でただ欠点としては、金徳スイープが不確定なのと、スイープの敏捷ポイントが結構重いというところになりますので、まあ、敏捷ポイントの確保がちょっと、必要になるというところです。でさらにその右の、振袖みやびちゃんも強いです。で振袖みやびちゃんに関しては、金徳が情熱レールなので、まあ、ちょっと内野手でしか、使えないというデメリットもあります。で、そこから、まあ、あと右に流れていくと、まあ、変化球の伊能くんがいてというところですかね。で3段目を見ると、まあ、先ほど言ったやっぱりルナちゃんですね。ルナちゃんちょっとまだレベル1みたいなので、まあ、ゲドウくんが余ってるかどうか分かんないんですけど、もしゲドウくんがいて35に上げられるんだったら、ぜひルナちゃんはね、35に上げていただいて、投手の方を育成していただきたいです。で、さらにその右のうなごろくんも持ってて、で一番右に目を向けてみると、1、2、3、4段目に通常のね、のごろくんも持ってて、ここはもう本当に使い道ですね。
で、うなごろうくんに関してはもうジャイロホーク欲しいって言うんだったら、まあ、うなごろうくん入れるし、安定した選手を作りたいんだったら通常ののごろうくんを使っていただければと思います。で、急速キャラに関してはね、結構いいキャラが揃ってるんですよ。まずうなごろうくんと、まあのごろうくんが使えるのと、さらに、右に目を向けてみると挑戦者大谷くんもね、持ってるんで、挑戦者大谷くんは本当に強いです。野手筋力、投手球速キャラでコツもよし、筋徳もよし、イベントの経験点もよしというところになりますので、まあ、もしね筋力を稼ぎたいんだったら、まあ、挑戦者大谷君使ったりして、いけばいいと思います。あと一番下の段の左から3番目にね7位も持ってるので、もし野手でね、アーチスト、広角砲を揃えた超強打者を作りたいというのであれば、まあ、7位でアーチスト取って、挑戦者大谷くんで、広角砲を狙っていくと。で、7位は、パワーヒッター、広角打法、あとは逆境のコツの3種類になりますので、パワーヒー広角がかなり安定するんで、まあ、7位も、強いキャラだと思います。で、まあ、解放もね3まで進んでるんで、まあ、うまくね限定キャラだからちょっと難しいんだけれども、5まで解放できれば試合経験点ボーナスがついてさらに強くなりますというところですね。で、ちょっと挑戦者大谷くんの方からまた目を右に向けていくと、まあ、犬木がいます。犬木も、結構いいキャラです。まあ、多分ね、技術がちょっと不足しそうな、編成になるんで、まあ、犬木をね、入れて技術を稼いでいくのもいいと思います。で、精密機械は確定で、骸骨の低めも持ってますというところですね。コツもちょっとポーカーフェイスに目をつぶれば、悪くないので、まあ、犬木とね、まともでポーカーフェイスは潰し合えるんで、まあ、コツは割と安定するかなと思います。で、その右の箱崎も結構いいキャラですと。で、そこのさらに右4キャラはもうどうでもいいキャラですとちょっと失礼だけどね。で、あとさらに左下 1,2,3,4 段目の、左から2番目に目を向けると、まあ、メガネ登場プラ2で持ってるので、まあ、これはね通常の登場でも解放できたりするんで、まあ、プラ3で、持っていければかなり強いキャラにはなります。ただ筋力キャラもね割 と、優秀キャラが揃ってるんで、まあ、今のところは、まあ、挑戦者大谷くんとか7位とかを軸にして、あと補う形で、まあらかたとか入れてっていう使い方でいいと思います。で、その右のなぎちゃんは、しらす高校ね、やる場合にはなぎ、ちゃん、入れるとかなり役立ちますので、しらすをやるときにはなぎ、ちゃんぜひ、入れましょうというところで、そこからまた右に流れていって、赤原ですね。赤原も俺は結構好き。体力回復イベントがねかなり多いんで、まあ、めちゃくちゃ役立ちますね。で、一応ミートコツも持ってるんですけど、若干コツが多いのとキャッチャーコツを持ってるんで、通常のヤスで使う場合は少しね、ミートコツが安定しづらいっていうところはありますけれども、赤原も、いいキャラだと思います。で、あとその右に流れていってマグロくんも見えて、まあ、マグロくんもね、名教高校で使う際にはしらすの楽譜を持ってて、まあ、金徳復活を持ってて、でさらにイベント数もねそんなに多くないんで、マグロくんも結構好きなキャラではあります。で、さらに、右に流れて、篠ノ目くんで、篠ノ目くんはアイコンタクト確定でコツがいいですね。本当に篠ノ目はコツがいいんで、コツ要因として入れるのもいいと思います。ただアイコンタクトはですね1個下の段の真ん中左あたりに、ユニフォーム木村ちゃんがいますので、まあ、どっちを使っていくかというところですね。コツを重視するんだったら、まあ、篠ノ目くんを使って、まあ、ユニフォーム木村ちゃんもね、結構いろんなコツをデートでくれるんで、彼女要員として、アイコンタクトを狙うんだったらユニフォーム木村ちゃんを入れて、使っていくといいと思います。で、そこ木村ちゃんと同じ段で、まあ、まともはね、かなり強いキャラなので、まあ、ぜひとも投手で使って、いってほしいですね。で、この段はそんなもんかな。一番上に鳴宮がいるんですけれども、まあ、鳴宮はね実装当時は結構強いキャラとかかなり強いキャラだったんですけど、今はね他のキャラも出てきて結構下火になっちゃってるんで、まあ、急速ドクター系は挑戦者大谷くんがいいかなと、思います。で、さらに一番下の段ですね、まあ、7位は、先ほど紹介して、筋力も稼げるし、コツよしと、いうところになっているので、筋力要因は、まあ、挑戦者大谷くん7位あたりを軸にして、組んでいくといいと思います。で、その右の右にサンバ、新島ちゃんが行って、
して、まあ、打撃で固めるときに3番新島ちゃんを使っていく感じになりますかね。まあ、悪くはないけどそこまで強いかって言われると、まあ、育てておいて損はないキャラではあります。まあ、彼女を入れるんだったらちょっと二股になっちゃうので3番新島ちゃんの出番もないんですけれども、完全に打撃で固めて、選手兼彼女キャラで3番新島ちゃんを使っていくのはありだと思います。で、真ん中の方の雷ですね。雷は俺はかなり好きです。明鏡高校でね、かなり使えるキャラになっててコツもいいですし、きちんとね回復もできるんで、このデッキというか、まあ、ボックスの中にね能見さんがいないんで、まあ、精神要因でね回復しつつ練習するというのであれば、まあ、雷を、入れていくのはかなりいいと思います。でそこからさらに右に流れていくと浦賀がいますので、まあ、魔術師要因ですね。で例えば内野手、魔術師アイコンタクト持ちを作りたいのであれば、まあ、浦賀を入れて、あとアイコンタクト要因で東雲入れたり、キムラちゃんを使ったりといったところになります。でその一番右が、カオルちゃんですね。まあ、投手の精神要因または復活要因として、カオルちゃんを入れるのはかなり、強いので、まあ、このボックスの中でいくとそんな感じですが、一応軸となる選手になります。だからまず投手は、まあ、多分、ルナちゃんと、マトモ、この2人はねもうほぼ必須になると思います。であと虹谷を借りて、筋力要因で、まあ、野五郎くん使ったり挑戦者大谷くんを使ったりで、技術要因で犬木を入れたりと、言ったところですね。であと、まあ、精神でカオルちゃん入れたり復活でカオルちゃん入れたりそんな感じです。で打者の場合は、筋力が、大谷くんとか七井を入れて、で筋力と技術を補う感じで、まあ、あらかたも入れたいんですけど、ちょっとスイープをどうするかというところですね。まあ、スイープ捨てるっていうのであれば、まあ、あらかたも入れて、ちょっと敏捷が今見てみるとこっちは不足してそうですね。敏捷要因をどうするかというところが、まあ、難しいところなので、まあ、あらかたをちょっと捨てて、箱崎とかを入れてね、技術を稼ぐとかっていうのもありだと思います。で内野手を作るときには、みやびちゃん入れて情熱エルを、取っていくと、そういうような感じのデッキになっていきそうですね。強いキャラとしてはそんな感じになります。んーちょっと待ってね、今もうデッキを眺めつつ話してるんで。そうです。あと雷はだから入れた方がいいですね。これはまあ、雷を入れてコツを回収しつつ、精神を稼いで、雷、まあ、挑戦者大谷くん七井とか、振袖みやびちゃんとか、まあ、そこら辺を、中心に、あと赤原、うん、でコツによっては東雲あたりですかねまあそんな感じですと、いうことで、一応この、編成を組める中でちょっとサクセスの方をやっていきたいと思いますので、じゃあそちらへ移りましょう。というわけで、じゃあ強化暁台で投手やっていきたいと思います。まあやっぱりね、投手は強化暁台が、作りやすいと思いますので、いいやつ持ってんじゃん。でデッキの方は、こんな感じにしてます。まずは野五郎くんですね。で野五郎くんは、うな五郎くんも、持っているようなんですけれども、やっぱりちょっとね金徳の成功率とかの面を考えて、通常の野五郎くんを、入れてます。これは怪物給与を今回取っていきます。で野五郎くんに関しては、投手で、野手の守備持ちということなので追求を、していきます。追求要因にもなってます。であとは変化球要因でルナちゃんですね。とあと挑戦者大谷くんで、挑戦者大谷くんも、外野を持っているので追求要因になります。とあとまともですね。で変化球要因プラス、追求要因という形になってます。で犬木くんはもう単純に、技術を稼いでいくと。でやっぱりね変化球は3枚ちょっと欲しいので、虹谷を、お借りしてます。ちなみに PSR プラゴをお借りできたので、まあ、ちょっとここは頑張ってくださいというところですね。これでやっていきたいと思います。追求要因としては3人ですね。野五郎くんと大谷くんと、まとも、まあ、もちろんね PSR プラゴの虹谷も、追求すると相当経験点くれるし、コンコツもね欲しいので、追求をしていきますと。でルナちゃんとかは追求はしなくていいかなという感じです。
でちょっと練習やることなくなったら、まあ、ルナちゃんと、デートしたりして、完走させていきましょう。ルナちゃんは変幻自在を取っていきますと。では、練習からまずは、ルナちゃんの評価も上げていかなきゃいけない。ただルナちゃんは彼女にするだけだったらそこまで評価を高くしなくていいので、2周目からねもうすでに打倒が始まるんで、そこは見つつやっていきましょう。でコツがね、早めに来るかどうかっていうところもやっぱりポイントになるんだよね。これは完全に運になっちゃうんだけど、全員のポイントはねやっぱり減らしていきたい。はい、火抜きとか体力回復するんだっけ。でこれは、あ、虹谷か。まあやりましょうか。虹谷のコツはやっぱり美味しいんで。でただ次の練習で、あ、キレキレもらったけどね、敏将がないんだよね。で最初は幼女を倒していきます。いつも通りですね。で現実的に考えてやっぱり2人だとが現実的だと思います。でコツがね、これは見ましょう。あ、虹谷か。で体力もちょっとないんでちょっと追求します。でキレはこれ異常だよねそう、5になってしょうがない。もうだって敏将ポイントがないもん。9797とか。ただその代わり現段階ではちょっと追求の全員追求ができてないんで、あ、まともか。悪くないよね。犬気だったらまともだね。余剰を早急に減らしたいんでね。でポーカーフェイスはもう置いておく。野五郎くんのねコツがねどれくらい来てくれるかっていうのも結構ポイントになるんですよね。あ、待って、タックはもうすでに組める。あ、虹谷か。犬木大谷くんだったらもうちょっと体力的なことも考えてまとも。でこれって捕手123遊撃外野、とりあえず1回、もう1回欲しいんだよね。デフォルトでね3減らしておきたい。でルナちゃんは太陽で精神ポイントを稼いでいきます。でコツ、まあ、コツの出現率自体は悪くない。で敏将4で切れって、まあ5だからいいんだけどね、取っておこう。で挑戦者大谷君をどうするかだよね。不屈の魂をね結構精神使うんだけど、打たれ強さ自体はまあイベントとかでコツを手に入れることができるんで、精神余るかって言ったらちょっとあれだよね。で挑戦者大谷君取りましょう。でこれも追求していきます。まあまあまあ悪くはないかな。あ、尻上がりもらった。で犬木はねイベントのいいところは特に選択肢もなく勝手に進んでいくところ。これ受けない。体力を回復します。ここはまあ状況を見て、体力が少なかったら体力回復、体力があれば、まあ、なんか監督の特訓みたいなのを受けて、で変化球は早めに覚えておこう。俺忘れるからとりあえずフォークだけでも2にしておく。で尻上がり取れる。あ、取れるね。尻上がりはじゃあ3で掴みましょう。で、ここも追求ですね。うん、悪くない。で、まともはねなだめておいて打たれ強さを取ろう。よし。でルナちゃんの告白が来ました。まあ、ルナちゃんはね本当に評価3でね告白に乗るんで、選手兼彼女キャラなんですけども、それがいいよね。でルナちゃんのねコツ自体はそんなに気にしなくていいと思うんだよね。まあ、ただ二宮と五十嵐が下げられるけど、六本木がね若干高いね。ここはまあ一ノ瀬は勝手に減ってくんで、八島とかもね減らしづらいんだよね。まあ、いや、ここにしよう。まあ、強化暁だよね。やっぱ打倒を優先するかっていうところが少し取捨選択をしなきゃいけないので、あ、こことかはもう余剰を減らしていきましょう。いっぱい減らせられるし、あとなるべくこう均等に減らしていった方がいいです、できることならね。で大谷くんで、大谷くんがドクター系取るんだったら虹谷は脅威の切れ味になるんですけど、
つくもがちょっと、あ、ここ誰もいねえな。ただまともは美味しいよな。 11% か。あれ俺何持ってきたっけ。そういえばさ、これだ。おせえ。11% か。2桁はちょっと危険なんだけどな。まともは追求が上がるんで、まあ、誰もいないんだけど、 6% でつくもを減らしておくか、それともちょっと冒険してやるか。冒険しよう。よし。で、敏捷ポイントはね、まともくんでちょい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 稼げていけるんで。で、敏捷がめっちゃ必要な金徳とかはないんで、まあ、まともで多分敏捷ポイントは賄えると思います。余女って二類だっけ。ちょっとこれはさすがに無理。あ、しまった、デートする。あー、でもデートっていう体力量でもないか。減りすぎてるからね。で、余剰はやっぱりね、先に殺しておきたいんで、まあ、つくもも減らしつつ。で、ピッチャーはね、あんまり気にしなくていいです。怒り守ると1の世話ゲッ、危ねえ。まあ、勝手に減ってくんで。で、ここどうしようか。ゴミ拾い、いやー、体力をちょっと減らしたくないっていうのもあるんだけど、ゴミ拾いってカチューンだっけ。カチューンって対して軽減が多くないからな。ま、少し体力の最大値を増やす。うん、まあルナちゃん上げつつ余剰を打倒しちゃいますか。ここは、まあ、ルナちゃんもね、そこまで初期評価が高いキャラじゃないので。で、次は六本木で、ここは回復で精神を稼ぐで、コツはまず見る。まともか、悪くないね。二宮も減らせられるね。で、六本木五十嵐も倒せんのか。八島も多いな。ちょっと待ってね、ちょっと二宮減らしとくか。二宮もちょっと早めに倒しておきたいキャラではある。居抜きはね、本当に全く何にも気にしないで OK で、これは上だね。一応コツは見ましょう。あ、虹谷か。虹谷はやっておきたいんだよね。コンコツのためにやっておきたい。今マイナス4でしょ。マイナス4だったらいいかな。まともはそこまでだからね。3本松が倒せんのか。そうすると、7位が爆上げするんだよね。7位が爆上げするんだけど、いや、どうしようか。まだ年明けてないからね。いや、年は明けたんだけど、ここでは年明けてないから、ちょっと虹谷で脱散がつかめれば、脱散は回収します。あ、コンコツ来たね。よしよしよし。うわ、8とか。え、こんなん無理だよ。無理です。で、虹谷のイベントが走り出して、まあ、ちょっとまだ悩んでるんだよね、どっちにするか。で、ここもちょっと追求ですね。で、脱散かなり掴んだんで、どうしよっか。置いといてもいい気がするんだよな。で、コツ大谷くんか。まあ、犬木はほっといていいでしょう。また虹谷がいる、さすがだな。で、五十嵐も倒しちゃうのか。ちょっと金徳的にやっぱ五十嵐とか取っておきたいからね。ちょっと待って、これ悩むな。一回ちょっと変化球を上げます。で、いつもと同じで申し訳ないけど、444もちょっと目指しつつどうしようか。すっげー悩むわ。大谷くんか。で、次
回復できるんで、回復できるんだけれども減らしても置きたいよな。習いがつくもを減らしておこう。で、犬木ポーカーフェイスはもう取ってあるから、あれ取ってあるっていうか5になってるよね。まともはもう何回か追求してあるんで、よしよし、ちょっと犬木のコツを回収しつつ、ちょっとつくもを減らそう。で、犬木に関しては追求はしないです。タイピン OK で、ルナちゃんクリスマス、ここで緩急がつかめます。で、変化球、あ、大谷君、二宮五十嵐倒すか。ちょっと待って、外誰残ってんの。意外に守君とか残ってるね。七位か、七位って不屈の魂だっけ。で、そうすると不屈の魂残しておこう。ちょっと高っけえな、高っけえけどな。いやー、悩むな。ちょっと待ってね、超悩む。一ノ瀬倒すと二宮がめっちゃ上がるんだよな。六本木は倒しておきたいのがあるけどな。もう一追求しとくか。ここしかもダブルタックじゃん、よく見れば。経験ってもかなり美味しいね。ここだな、もうやろう。で、一回追求する。変化球強化と、まあ、変化球が強化されるのは全然悪くないんで。さて、野球が上手くなりたい。ここ、はい、大凶。このさ、ルナちゃんのさ、大凶率何なのマジで。こと3、あ、まだ裁く必要はないな。で、カーブ3にして、で、大谷君ってさ、そもそもあんまりコツを気にしてなかったんだけど、何持ってんの。打たれ強さ、尻上がり取ったでしょ。ドクター K もあんのか、怪物球威あんのか、重い球結構いいな。コツ悪くないね。脱散、よし、これで、まあ、いくぜ六本木。まあ、六本木はね、打撃に関してはそんなでもないんだけど、減らしたいキャラではないんだよね。バットに当てられた。ゲッ、危ねえ。あ、ミートシーアンのこいつ知らなかった。 D かと思った。俺は D だと認識していたよ。球速はあんまり上げてないんだよね。あんまりっていうか、初期状態のままなんだよね。よし、まあ、合格がねできれば最悪いいんだけど、経験点はこういうところでなるべく欲しい。ギャー、危ねえ。ミートが高いとね、ヒットになるからね。まあ、六本木のカウントは割とどうでもいい。で、ここは怪物キーを取っていきますか。で、ちょっと待ってね、大谷君、ここはもう減らしだな。六本木、そうだね、八島減らしていくか。で、二宮は倒しちゃおう。で、一ノ瀬倒せば他の人たちも減るから、七位とつくもも結構か。で、守君はもう正直9なんで、あんまり気にしなくて大丈夫。で、二宮、あれ、二宮倒すと六本木が増えるんだっけ。で、六本木を倒して二宮を倒して一ノ瀬を倒す、これでいこう。で、最終的にはどうす、じゃあどうするって、ちょっと待ってね、じゃあどうするっていう話よ。だって守君はあれでしょ、ドクター K だっけ。一ノ瀬取っとく、マイナス9だからね。一ノ瀬はね、コツ的にいいんだよね。一ノ瀬取っとけるな、これ。ちょっと一ノ瀬を考えよう。
取っとくのね。ということはじゃあ先にここで六本木と7をやっぱり減らしておく。筋力ちょっと溢れそうだな。で今回はね、守るくんを入れてないんでデッキに、まあ、残しておいても別にっていう感じなんですよ。一ノ瀬、そう一ノ瀬倒せちゃうっていうのがだから発生しちゃうんで、ちょっと待ってね、ガチで筋力急速上げてこう。まあ、145にしとくじゃん。でここでまずつくもを減らす。つくもは倒しておきたいから。じゃだから、ああこれか、これいいよね。こうやって失敗することあんの？よくわかんないけど。どうする？やる？この体力量やるか。ちょあんまり無理はしない方向でいこう。平地、まあ、少し飛ばそう。上り、あこれいいね。ただ体力温存しときたいから少し飛ばそう。あすごい上り、これも少し飛ばそう。上りこれ少し飛ばそう、うん、悪くない、イエーイ。これ五十嵐、おフォーク変化量上がった。でコンスタ、まあ、上げてないけどね。さてここは二宮か。7位も減らして、こういう時に7位をね減らしておきたいのよ。ヤシマとかね、つくもね。ちょっと待ってね、やっぱここからはちょっと均等に減らしていきます。で余った人で金徳を考える。守君とかでもさ3人になった時にカウントが倍になるんで、ちょっと減らせられる時に減らしておこう。まず八島多くないか。ちょっと監督ギブアップ。あでまともは体力によって一番上か一番下かを、選んでいきます。で一番下、ちょっと待ってね、ルナちゃん、デートが進んでないんだけど、打倒そのものはなんだっけ、7月前に終了するんで2人とも一理ある。まとめてデートでも OK。 あ緩急くれるんだ。でちなみにあの1リアルっていうのは、あここいいね、あの打倒してないとちょっと失敗しちゃうんで、まともでいくよね。これだってもう選択肢ここしかないっしょ、一択。はい、これで結構減った。まともなんか結構コツくれない？でコツくれないっていうかコツ多くない？ありがとうございます。まあ、ルナちゃんほんといいよね。ここら辺の経験点もマジで高い。で珍しく掴んだな、その回収する前に勝ち運。ちょっとこれを見ます。守備ルナ、ルナはいいや。守くん倒しておく。どうする？二宮、八島が倒せんのか。つくも、あ減らすか。つくもは倒しちゃって7位を減らしておく。でそうすると何人になる？つくもを倒して1,2,3,4,5、まだ結構いるな、人的には結構いるな。だからつくもは倒そう。でつくも倒すとなんか誰上がるんだっけ、ここら辺が分かんねえんだよな。だこれ変化球レベルも上げられるし、7位か。でまたこれを見る。で変化球で八島も倒すから、二次谷の、じゃあ待って、これで八島を倒すと1,2,3,4人か。1,2,3,4人で八島倒そう。じゃあで二次谷のコツが来てるんで、体力的にも追求をしていいかな。次はほら行け。どうよ、これが怪物キウイ。あメンタルのごろくんか。のごろくん美味しいよね。美味しいんだけど
応経験点的に虹谷。いや異常だよこれ。ほんと異常だよな。あ、これどうする、ちょっと待って、大谷君からドクター K を取るから変化球にしよう。あのキレも取ってあるんで全然大丈夫、敏捷ポイントもめっちゃ足りてるんで大丈夫で、7位が減らすことができます。カウント的にはあ悪くないな、7位減らしておけば全員射程には入ってるね。よし、7位減らそう、7位減らして、まあ、一応ルナちゃんから、あそっかルナちゃんあれか、根性もらっときたいんだよね。ジャイロボール直撮りする、ちょっと待ってね、打球反応はそうか、まとも打球反応取ってもよかったかもね。でも一応ね打たれ強さをね考えて、でジャイロボール最悪88の50-50かきついな。いやここはちょっとかけよう、かけ、キュイーンと根性プリーズ、俺に根性くれ、打球反応もういらない、打球反応はこれはまあ敏捷ポイントあるんで結構使うな、足りるか、脅威の切れ味って7とか使った気がするよね、6 足りなくなったら怖いから。あーでもルナ追求もありなんだよな、ここはもう無理、3月の2週か、1回デートする、1回進めとかないとさすがにまずいんで、よしここは正しいフォーム、どうだどうだって どうもないんだけどあメンタル、あルナちゃんか、ちょっとまだ3月でしょ、1回回復しつつ打球反応取っちゃうか、じゃあするかって言われたらちょっともう微妙なんだよね、筋力600あるから、ちょっとジャイロボール直撮りします、ジャイロボール直撮りしてここでなんだっけこれ打球反応抑えて、で精神やって、コツが来たら追求しない、コツが来なかったら追求する、でコツ来たんで追求はしないです、もうよし、オッケー。まともはな、お来た来た来た、いいね、すっげえありがてえ、で追記はもうしないです、であとはカウント、ちょっと待って、いねえんだけど人が、一ノ瀬マジで取っときたい、一ノ瀬取っておきたいんだけど、ちょっと待ってね、どうする、次人を倒すと倍になるんですよ、ちなみに7位不屈の魂だよね、本当に。ちょっと待ってね、調べる。現在残ってるのが、7位、そう、7位不屈の魂で、守君はドクター K だから最悪捨てていいんですよ、で一ノ瀬がね勝利の星なんだよね、これ取りたいんだけど、一ノ瀬倒すと全員の打倒がね4下がるんでかなりでかいんだよね、でちなみに二宮本塁打厳禁ですね、だ守君はまあ倒していいキャラだからいないね、そもそもいない、一ノ瀬、じゃあここちょっと普通に変化球練習しとく、7位不屈の魂取っておきたいな、で今4でしょ、4は全然現実的じゃないから、ちょっとじゃあ普通に変化球練習しましょう、ここはで4月になったらもうマジで調整に入んないといけないんで、さて二宮と7位か、守君倒せんな、でもそうするとみんな上がるんだよね、二宮がすっげえ上がりそうだな、10か、いやでもマイナス5だしな、
二宮七重。二宮七重を倒すとピッチャー組が残るのか。4周か。4週間じゃなくて4月か。いや超悩むよ、マジで悩むんすよ。待ってね、変化球とりあえずカーブ4にして、スライダー覚えて、球速150まで持っていって、コントロールが全然上がってないな。とりあえず C、まあ、打倒できないっていうのが本当最悪だからね。もう一周、ちょっともう一周だけ置いとこう。で、ここはルナちゃんとデートして、体力回復させる。あら、できそうだんとか言って。なんかウケんな。できそうだんです。そうです。これはそういう回です。できそうだんはあの人たちとは違う。ほら、頑張れ。よし、OK。掴んだ。掴んだっていうか、かなり掴んだ。守るくん。一ノ瀬だってここに来ればさ、11減らせられるんだよ。超美味しいけど、超美味しいけど、いっか、守る倒そう。ちょっともうドクター K はもらえるんで、あくまでもちょっと金徳優先今回は。でここでかなり増えるんで、金本屋とかやっべえな。あー、もううるせえなこいつら。別にモテモテはいらない。二宮だ。あ、もうガチでやばいこいつ。二宮減らしに行こう。とにかく二宮がいたら二宮だね。一ノ瀬倒す。そうすると精密機械ゲットからの、ちょっと虹谷美味しいけど、そうだね、二宮だな。で、七重も射程には入ってなかったけど、これで射程に入る。あれ。ちょっと待って、か、減らなかった、マジか。雲行きが若干怪しいよね。技術ちょっと不足してるね。で、6月が始まる前に2人にしときたいんだよね。で、6月が始まっちゃったらもう最悪1人ずつ倒すっていう。で、全員だと。全員だとっていうか、最後1人になるんだけど、そんな流れにしたい。だ、5月中にもう一ノ瀬のカウント上がったけど、まず二宮倒せんのかな。で、七位下げられるんだよね。一ノ瀬倒すと、そうだよな、一ノ瀬倒すと、さ、もうこれ全員射程に収まるんだよね。で、今回二宮いねえのか。あ、いた。あ、待って、七位も倒しちゃうのか。あれ、ちょっと待って、二宮倒して七位と一ノ瀬、これでいこう。で、5月悪くない。で、7位増えるんだっけ。まあ、1の差下がる。6カウント下がるとか。試験は受けましょう。まあ、碇君フォーク1上がったのでかかったな。おい、待て。嘘、今のさ抜けないでしょう。六本木よ、だって。六本木絶対守備についてないから。だってキャッチャーがモブだもん。え、本塁打とか、マジでこれやばくね。怒りを舐めていた。ゲッ、マジかよこいつ。合格ラインを割ってしまった。これ割るとどうなんだっけ。久々に割ったから分かんねえな。怒られて、けっ、ポイントが下がったんだけど。これやる気が下がるだけだから、まあ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 大丈夫。
じゃあちょっとスタミナか。スタミナ全然上げてないよね。まあスタミナはね別に査定とか関係ないんでいいんだけど、あどうする、ちょっと怖いからルナデートしとこう。怖いからルナデートを行う。また勝負か。そういえばもうさっき怒りに打たれたかな。割とトラウマ。こいつは頼むぞ本当に。いやまこれも別に負けてもいいんだけど、うわー危ねえ、マジで怖えわ。よし OK。 でここは通過したのでタイピンはじゃあ取っちゃう。これも別にどっちでもいいしな。じゃあタイピン掴んじゃいましょう。4なんでね。はいはいと。で5月、まあ様子を見つつ来たらやる2人が来たらやる。ルナちゃんか。結局あれだね、大丈夫そうだね。ここはまだ次練習できるんでやっときましょう。要は練習ができる体力量は残しておく。でここはあー絶対無敵とかにしよう。ヤシマだったか。まあ、別にいいんだけど。あちょっと待って、残しとくとか言いつつ 9% なんだけど。でもやるでしょ、これは絶対やるでしょ。で溢れる経験点はなさそうだよね。はい OK です。と一ノ瀬倒したのすっげえ珍しいな。まあ、でもかなりでかい。割と早めに行けたね。で勝利の星からの不屈の魂で、さらに大谷くん。大谷くんも経験値すごいよね。経験値っていうか経験点で、メンタル虹谷、これもかなり美味しいな。ではコントロールを上げていきますか。とりあえずでスタミナもまあ C に上げとこう。で変化球がこれでスライダーも4にはなった。で結構余ってんね。いややっぱ虹谷の PSR プラゴもらえたからね。ただ精神かなり使うんだよな。じゃ筋トク関係をまだほぼ掴んでないんで、精密機械が置いてあんのか。ちょっとまず虹谷と練習する。でポイントもらいつつ、そうだこいつもまだ終わってなかったわ。さよなら。まあ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 別に、まあまあまあ別にって感じですよ。で追求、ちょっと経験って大丈夫、まあ溢れないよね。追求してよし。いやー虹谷 PSR プラゴガチでやばいね。でコントロール急速いけんな。急速155とかにしとこう。でこっから金徳もう回収にかかる。不屈の魂なー。ちょっと待ってね、80使うのか。打たれ強さ5でもいいかな。80か。不屈の魂自体も80か。脅威の気持ち、やべえ、敏捷ポイントがねえ。ちょ、まとも、まとも、お前どこ行った。コツまとも、まあ、最悪守備で1回必要だね。犬木くん、まあ、虹谷もやりたいけどな。どうしよう、デートしよう。まあ、これでルナちゃんは絶対完走できる。でルナちゃん選択肢間違えたらマジでやばいんで、ここ後で見よう。でからの、まあ虹谷かやろう。いや虹谷はやる、絶対やる、マジでやばいこいつか。で115あるけど、これダブルタック美味しいんだけど、やっぱり追求だよね。回復しつつっていうのができるんで、
で変化球、これなんだこれ、4球種目いけるか、4球種目いけるか、取ろう。じゃあせっかくだから、シュートにしとく。で追記をします。いやこれだやばいよ、9797はほんとやばい。でここえ負けないよね、大丈夫だよね、ちょ怖えな、ピンチャーにしよう。結構いいよ、結構うまくいってるもんだって。あ勝利の星取っとけばよかった、まだ掴んでないか、俺かい。ムード丸任せろ、点は取れるときに取る。ディアンス、ディアンス待ちか。危ねえ、さすが足が速くて助かったぜ。これ六本木いける、パワーねー。ディアンス速いな、やっぱりまとも、そうまともがねいるとね入ってくれるからね。余剰外れたか、お前は。それ余剰だったらまとも使うでしょう。だってこのピンチを切り抜けてこそ暁のエース。ほら、この七色の変化球を見よ、球速も速い、スタミナが若干少ないけど、まあ、C あれば全然気にならない。ケツ上がりも取っとこう、あれケツ上がり取ったんだっけ。よしで、まともいいね、ほんといいよこいつは、ガチで強い。さて最後、あー C だとギリギリか、だから二宮なんだよね、キャッチャーが不満、この高校は本当に。暁すっすをね入れればっていうのもあるけど、その時打者だからね関係ねえし。ちょっと疲れてきてる、根性取るか。試合で投げ切るための根性が、ゴー危ねえ、ミート G、ちょ前にカンヌシだ方だな。3球で仕留める、スタミナがないから。4球で仕留める、スタミナがないから。 OK、 あと気をつけなきゃいけないのが脅威の切れ味の敏捷ポイント、やっぱまとも入れといて正解だったな。結構敏捷ポイントを稼いでくれてるんで、どうする、ワンタックか。7月の2週だからね。でも絶対怖いのが完走できないこと、カラデートはあるんで。でちょっと待って、これ調べる、ただね、いや分かってたけどちょっと本当に怖いから。ルナちゃん結構忘れるんだよね、どっちがどっちだっけって。なんかその選択肢でさあ、走者釘付けなんだなっていうような感じじゃないじゃん。でもういいや怖いから。ちょっとチキンプレイ、ここでもう敏捷を稼いでおく。でここもピンチャンでいく。で取れるものをじゃあ取りに行きますか。不屈の魂取っちゃおう。で脅威の切れ味も取る、変幻自在ももう掴む。精密機械置いとく、置いときたいよな。でど根性、ドクター K、 勝利の星で割と、ちょっと待ってね、精神か、いやスタミナ B まで上げとこう。技術だな、技術がちょっと
精密機械の骸骨低めは犬木が持ってるんで、もしコツが来たら狙っていこう。いきなり回、しかしここフォークで、おいおい、危ねえ、なんだよくわかんないぞ。五十嵐はね、ミートが小さいんだよね。それが嫌だ。パワーはあるけどミートが小さいからすげえ打ちづらい。あ、またやるな。マジで友沢強え、ガチ強え、本当にやらせません。俺はもういきなり金徳を大量に取得したからね。こいつ1回戦とは様子が違う。あー、打たれた。なぜだ、この能力でどうやって打ってくるんだ。これ大丈夫、はい、はい、鳥海、こうピッチャーのくせに足めっちゃ速いな。てか鳥海に変わってたか。いよいよ最終回を迎えました。先頭バッターは岸、今日はここまで3打数ノーヒット。はい、ここはもう完全に3人でピシャッと仕留める。うん、スタミナはやっぱちょっと余ってんね。ガー、何なんだ。確かに今のはいいバッティングだった、それは認めるよ。五十嵐ってさ、その何、能力的にマジどうなの。ゲッ守備とかもさ、なんか上手い感じしないしさ、ミートも小さいしさ、ただパワーがあるだけだよね。パワーだったらさ、7位とかさ、三本松がいるからさ、かなり劣化じゃん。劣化戦士五十嵐だから最初イベキャラ化もされなかったからね。1個ずつ取る。スタミナ B に上げといてよかった。よし、 OK。 まあ、最悪ね、9回裏で点を取り返せば全然いいんだけど、コツ、お、メンタルいいね。ルナちゃんか、まあいいや、やろう。よし、根性、これでだいぶ軽減できる。怒り守る、リベンジの時だ。この前めった打ちにされたかんな。この前の俺と一緒だと思うなよ、この能力。ちゃんとコーナー投げよう。ガーッ、危ねえ。前には飛ばせなかったようだな。対強打者ありがとうございます。ゲー、これやりてー。これやろう。ようやく初タックか。で、ここもピンちゃんで、あと取んなきゃいけないのって、精密機械か。ちょっと根性はもうこれで掴むでしょ。精密機械分の技術なんだよね。だから速球対抗心とかあんまり技術を使いたくないから、技術を使わない。あ、対強打者取っとこう。こんくらいだったらいいでしょ。リリース低めだよな。これで犬木くんがね、低めくれれば最高なんだけど、まあ、ちょっと筋力あふれてる感を。ゲ、なんで余剰、お前がさ、スタメンなんだよ。まあ、打てば問題ない。あれ、友沢がショートになってる。いや、まあどっちも守れるからいいんだけどさ。六本木ちょっと体調が悪くなったか。せっかく甲子園に来れたけど体調が悪いよ。OK。
空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。シュート全然投げてねえな。第2球流し打ち、シュートは見せ球、こいつシュートを持ってるって思わせてシュート投げない。だ相手の選択肢をね多くする。ツーアウトランナー二塁という場面で余剰、初球ファールから投げた。余剰もさちょっとあんまりパワー不足だからね。余剰は平均的な能力なのかな。第1打席はセカンドフライに倒れています。投げた。六本木はね、なんか守備に特化してるっていうのはなんとなくイメージであるけど、ストレートで仕留める。あ、伸び取っとく3だけど丸は取っとこうか。じゃあ次の練習でねコツが来て、ガーやばい、コツが来てくれればめっちゃ嬉しいんだけど。今日早くも3回目のバッターボックスを迎えます。投げた。インコース高めストライク、タイミング合いません。投げました。アウトロー際どい球、ボール投げました。結構スタミナ減ってんな。得意のジャイロボールです。俺ジャイロボールだっけ。そういえば打たれすぎだろ。そんなことより、よし押し切った。怪物球で押し切った。第2球投げました。ストレートはボール、インコース低め。何、次が4球目。精密機械がないから。第5球投げた。内角低め、空振り三振。最後は切れ、7本打たれてるのかヒットで。あー変わってる。まあいいや頑張れ。たまには君たちも。危ねえ。もう怒りとかさ完全に俺の劣化バージョンだよね。球速も150ないし、444はもう持ってるからね。すでにフォークに至っては俺の方が落ちるから。で特能もそんなにないからこいつ。いやまあそれがねキャラとして使う分にはいいところではあるんだけど。何なんだ。おお危ねえ。コツコツ来てくれ。しかも居抜きが来てくれればマジ最強なんだけど。ない。球速のコントロールか。次にかけるダブルタックが来てるわけじゃないんで、ちょっと一回メンタルやって、次もしかしたらコツの練習が来るかもしれないんで、居抜きのねそれにかける。でターブまたかよお前。215か。急速1上げよう。でエピログポイントもらえるから100いくつだっけ。149か。もう1上げて大丈夫だね。絶対大丈夫。コントロールはじゃあこれで止まるかな。2点取られてんだけど。何なのこれ。ワンアウトランナー二塁という場面で、やべしくった。初球を打ちました。噛みました。これでスクーム。ランナーは二塁変わりません。投げました。よし、ナイススクーム。よし1点取ってくれた。まあ、二宮ただね打撃面が強い。まあそっちは確かに評価してあげるよ。ここはなんとかしのぎたい。ノーアウトランナー二塁という場面で石黒。まあ守備面っていうよりは打撃面なんだろうね。ガーッ。もうリードがダメだ。その代わりこれは1点しょうがない。取られたら点を取り返す。おい五十嵐マジあいつふざけんな。出た鎌狩り1番か今回は。あぶね。ほんと鎌狩りやだ。来た的も。ちょっと待って、いいや結果オーライ結果オーライ。そして7位、7位も本当に強いかんね。え伸びなかったな。まあいいや、二宮もさっき打ってくれたから、まあ、ここは点の取り合いだね。
あ、しまった。ちょっと力が入ってんな。赤月大付属、ここはなんとかしのぎた。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で松井ファルボン打った打球。よし、オッケー。なんだブとか。ワンアウトランナー一塁三塁という場面でブのさ、ミートエスパワーエスっていうのはイカれてるような、本当イカれてるこいつ。よし、これ9回は投げらんねえかな。しまった、ちょっと待って、今あれなんだっけ、スティックが効かなかった、ど真ん中にストレート投げちゃったよ。手が滑ったというか、なんというか、そんな感じ。あ、もう無理だよ、スタミナがない。いや、ど根性で投げ切るか。まだ変化球落ちるね。いや、まだ落ちるわ。これはもうど根性で、ここは投げ切る。よし、最後。いや、二次隊だ、お前に託す。で、1点取ればいいんでしょ。鮮やかに決めよう。鮮やかに落とす。おい。げ、ここであれか。だから鎌から今日打ってねえな。出たー。いや、鮮やかに決められるよ。お前は。よし、覚醒したはずだ、虹谷。さて、ちょっとつなげて、7番からか。7、8、9か。狙っていこう。うわー、早かった。134球だからな、球速。待て、くそとか。五十嵐。パワーだけはある。いや、ダメだ。虹谷、お前はパーシーある、いけるはずだ。鮮やかに決めるんだ。ゲー、長っ。ここを乗り切れば1番からでしょ。また部かよ。よし、これは大丈夫、打ち取った。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは5番小判、今日はスリーランホームランを打っています。いける。投球は3球目、投げた、打った。やっぱりさ、さっきのさ、手が滑ったところが全ての原因だよね。さて、やべ、お前もヒーローになるんだ。右バッターボックスはトップバッターのやべ、赤月大付属、ここは何が何でも出塁。やべ、パワー C あるかんな。投げた、押し、とりあえず抜けた。六本木か、これはちょっとつなげていこう。やべ、4打数の3安打か。あー、無理だ。ただここからまずまとも、これで決める。おー、ウエストしてきたね。走らないよ、そういう危険なことはしない。おお、行かなかったか。まあいいや、7位で決めよう。4番が勝負を決める。ちょ待って、ちょっと待って、これでツーアウト。アベレージヒッターよ。そう、アベレージヒッター、やっぱりね、頼れるべきはアベレージヒッター。なんかダメダメだったな、この試合いろいろダメダメだったな。だから文武は嫌いなの、本当に何にもなかった。どうしようかな、コントロール欲しいんだよな。ちょっと犬木と組んどくか。じゃあもう、いや、ちょっと疲れちゃったからこっちにします。伸びを取って、精密機械取って、スタミナじゃあ A にしといて、技術で球速を158まで持ってきますか。
変化球シュートもう一個上げられるかな。ルナちゃんは変化球ポイントくれるからね。デッキ相談、最後のお前の見せどころだ。全然ダメだった。これでワンアウト、ランナーは2塁ありません。やべ、爆速など重っ。これで2アウト、六本木、六本木パワーねえかんな。危ない球、第2球投げました。いや、早ストレートを決まってストライク、タイミング合いません。第3球を投げました。危ねえ、か弱い六本木くんに当てられたら。いや、これは打球の重さが裏面出たな。友沢はそんなの関係ない。え、走ったのこいつ。五十嵐、ミートの小ささなどものともしない。ダメだ、ミートは小さすぎる。デッキ相談、ピッチャーだと思って甘く見ないこと。早かったね。よかったよかった。でポイントもいっぱいもらえたし、コントローラーちょっと A にはできないね。低めが取れてればな、またちょっと違ったかもしれないけど、まあそれは贅沢というもの。2位かで先発でいきましょう。さてここで、そう、変化球は80くれる。あ、そうか、こいつもいたんだ、忘れた。対強打者取っちゃった、まあいいや。で9900、まあ1万はいかなかったけど、まあ上々ですね、上々で。ちょっと待って、いけるかな。で球速上げたい。ちょっと待って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 、無理だな、ちょっとコントローラー無理で。球速160にしよう。で変化球ポイントにつぎ込むんで、まずシュートはじゃあ3にしておく。それでも156余ってんのか。じゃああれが取れる、手応え取れねえ。3じゃ取れないか、3じゃ取れないんで、あ、伸び取ろう。いや伸び取ったらもう無理だな。諦めよう。でじゃあ投手を取る。で変化球ポイント黒ファイとかも取れないか。逃げ球も無理。あ、黒ファイも無理だな、技術が足んないんだ。やっぱちょっと技術不足になってたね。じゃあそうするとよ、火消しはちょっといらないな。速球対抗心って言ってもさ、速球対抗心取ろう。変化球が余っちゃってるんだよな。2球締めもちょっと待って、1回ちょっとキャンセルして、シュートはまあちょっと取りたいよね、やっぱり。ムービングファースト、金徳抑えたよね。でそうすると球速が1しか上げられないのか、球速が1しか上げられない。で精神と、じゃあこれ S にしとく。でなんか取れる、これか。で精神が余るのか、変化球を余らせるか精神を余らせるかっていう感じだね。だったら、まあ、シュート上げて、ちょっと変化球はもうしょうがない。球速は160にしたい。でここからまず投手を取る。リリースも取れんのか。なんでさっきリリース取れなかったんだっけ。なんか取ったからだよね。あれ、これはこれでリリース取れる。あ、リリース取れんね。こんなもんでいっか。で、スタミナとこれ。はい、という感じで、これってもうデッキ見れないんだよね、ここで。そうだよね。やっぱね、強化か、月台は強い。で、まあ、今回のポイントは、PSR の虹谷だね。PSR の虹谷をお借りできたんで、かなり伸びましたけど、もしね、頑張って PSR 虹谷プラゴを、お借りすることができれば、
まあ、結構今回うまくいったはうまくいった。守るくんにめった打ちにされたけど、まあ、多分 S 天才の入部届なしで、まあ、S6 とかは普通に作れると思います。でしかも2人だとだからね、もし3人だとを粘ってやるんだったらもうちょい伸びます。だから S8 くらいは普通に作れると思いますので、でポイントはやっぱり球速も伸びるんで、まず野五郎くんだね。野五郎くんは通常バージョンを使うということで、変化球は3枚欲しいんで虹谷を借りるということで、ルナちゃんはあんまりコツは追わなくていいけれども、根性を取れればまとものど根性骸骨を取れるということ、まあ、そこら辺ですかね。だからこの編成でいけば、投手は結構いいのが作れるんじゃないでしょうかという感じです。また他にもね、もしなんかお困りごとがあれば、今回ねデッキっていうかボックスの中身をツイッターの画像で、貼ってくれたんで、この中でどれを選べばいいですかっていうような感じですね。なので、まあ、ツイッターの方とかでもね、そういう、ご要望があればこうやって答えていきたいと思いますので、まあ、コメント欄とかでもいいので、まあ反応の方よろしくお願いいたします。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。